ルを仰ぎるリング上、日本武道館に日本テレビのスポーツテーマが力強く鳴り響きます。さあ、名イベントはインターザック選手権チャンピオンロードウォリアーズに、ご覧のチャレンジャー輪島、鶴田、ニューコンビが挑戦であります。さあ、怒涛の男輪島の入場であります。早くも輪島コール、この輪島コールが輪島の胸をアップしていることでしょう。輪島は振り返ります。苦しい修行を終えて東京デビューをしたあの日、世界王座に初挑戦したあの日、思い出いっぱいの日本武道館があの時と同じように輪島を迎え入れてくれました。さあ、夢にまで見たロードウォーリアーズとのベルトをかけての大一番、デビュー108戦目で日本の地方インターダックスベルト初体感がありました。さあ、輪島、ご覧の日本の象徴富士山、母校日大のシンボル桜があしらわれましたニューガウンで登場。そして全日本のエース鶴田の入場であります。鶴田は言います。神風特攻隊の心境だ、玉砕戦法しかない。当初伏流コンビがリターンマッチの予定でしたが、鶴田輪島との対決を望む天竜が決して快勝をアピールしたため、輪島との黄金コンビを結成、奪回に立ち上がりました。さあ、鶴田、思い起こせば3月12日この武道館でウォーリアーズにベルトを奪取され、16年ぶりにベルトは太平洋を渡り海外へ流出してしまいました。さあ、ところも同じここ武道館で奪回になりますか。プロレス界の威信を全日エースの意地をかけて背水の陣で臨みます。一刀両断、鬼畜を切れ、鶴田入場。試合に先立ちまして、ジャンボ鶴田、輪島ひろしに日本テレビ並びに番組のスポンサーより豪華な花束が日本テレビイベントコンパニオンによりまして贈られました。さあ、ロードウォリアーズチャンピオンチームを迎え撃つジャンボ鶴田、輪島の表情です。さあ、地獄の足音が聞こえてまいります。インターダックチャンピオンコンビ、第37代のインターダックチャンピオン、ご覧のザ・ロードウォーリアーズの入場であります。これが7回目の来日、鶴竜だろうと輪島だろうと関係ない、輪島を潰すなどピーナッツ1個で十分と豪語するロードウォーリアーズ。さあ、暴走パワーがうなりを上げてやってくる。アメリカンフットボールのショルダーパッドにご覧のように鉄棒を打ち込んだ新しい暴走の鎧、腰には黄金のベルト。さあ、まさに動く筋肉博覧会、筋肉のお化け、筋肉がひしめき合っています。ここまで人間の体を鍛えられるのでありましょうか。第3戦からインターダックチャンピオン、ザ・ロードウォーリアーズ、アニマル、フォーズ、ポール・エラリング、堂々の入場です。インターダック選手権試合メインイベント、タイトルマッチ宣言です。6月9日ナショナルレスリングアライアンス会長、ご覧のロードウォーリアー、画面左ポール、そして続きましてチャンピオンチームより、チャンピオンは脅威が143センチ、小学校低学年男子の身長ぐらいあります。太ももは80センチ、成人男子のウエストぐらいあります。さあ、ベルトの返還、輪島にとりましてはベルトを奪還できれば第38代のチャンピオン、そしてプロ入り初めてのベルト体感ということになります。さあ、腕をぶす左側ホーク、そして右アニマル、両チームの紹介です。黄金の左でベルト奪取だ、輪島究極の岩石落としだ、前日のエースだ、ジャンボ鶴田。ワンコーナーインターナショナルパーク選手権チャンピオンチーム590ポンドザ・ロードウォーリアー、合わせて590ポンド、21世紀のパークチーム第37代インターテックチャンピオンザ・ロードウォーリアーズ、アニマル、ホーク。さあ、山田さん、大一番、ぜひこの勝負はポイント輪島になるかと思いますが、シンが驚いたようにこのロードウォーリアーズにも成長ぶりを見せてもらいたいですね。そうですね、まあ今日はね、一番ポイントになるのは輪島選手なんですが、はい、このウォーリアーズの
驚異的なパワーに対してね、輪島選手の方もなかなかパワーがありますからね。そうですね、しかもね、あまりまだ手の内を知られてない、はい、そういう強みがありますからね、はい、さあまずはコーナーに控えた輪島、そして鶴田が出てまいりました。ロードウォーリアーズの方はフォークが出てまいりました。さあフォークとジャンボ鶴田の一騎打ち、さあ組み合いました。ジャンボ鶴田、輪島のニューコンビ、どんな展開を見せますか。さあロープギアパンチ一発、鶴田の腰が落ちる、ロープに早速放り投げる、きつい腰中拳、一足速い腰中拳、ショルダーアタックだ。そしてエルボー、これはかわしました。しかし速い動き、ジャンボラリアット、ジャンボも投げていない。あ、すごい立ち上がりです。そうですね、本当に大技がいきなり火を吹く、スラム、まさに山田さんお話のように大技展開。さあこれをかわした、ギロチンドロップ、ジャンボ鶴田、さあロープの反動を売りして、あっとパワースラムか、なんだ、そのままボディースラムに持っていった、ジャンボ鶴田、そのままカバーの体勢、一進一退の攻防、はい、ちょっと鶴田選手圧倒されましたね。そうですね、鶴田選手も山田さん入れ込んでますね。そうですね、そしてフォークが今場外、あっとこれ場外でジャンボラリアットが火を吹いております。両選手ともに入れ込んでいる、山田さん、そんな雰囲気ですね。そうですね、はい、何かね、やはりあのパートナーが変わったということで、はい、ウォリアーズも警戒してますしね。さあ今度は輪島、さあ電車道、一気に怒涛の寄り引っ張り、相撲の技、すくい投げ、さあそして構えている、相撲タックルいくか、相撲タックルいくか、輪島、どうだ、構えているぞ、あっとフォークもこれはタックルの姿勢ですね、山田さん。そうですね、はい、さあどうするのか、リング上、火花が散る、あーっと同体、2人とも同体、山田さんどうです。相打ちですね、相打ちですね、天下の暴走選手と元横綱のタックル合戦、味わいがあります。さあ足をすくった輪島、なんだ、スプリングとホールドがある、4の字固めがある、山田さん、あーっとアキレス腱固め、アキレス腱固め、同じできた、意外にね、これ練習したんですよね、山田さん。意外に輪島選手落ち着いてますね。ついてますね。逆に鶴田選手とは別で、はい、全く入れ込んでないという感じですね。そうですね、これは逆に鶴田の入れ込み、そして冷静な輪島、これでちょうどいいわけですね、山田さん。そうですね、はい、まあしかし鶴田選手もね、あれも作戦かもしれませんよ。かもしれませんね、はい、もう鶴田選手もキャリアがね、はい、長いですから、作戦連覇も強者ですよ。そうですね、しかも今日はね、何としてもタイトルを奪回すればと、はい、いうことですから。さあそして鶴田もアキレス腱固め、同じところを狙うんですが、あーっと返していきましたフォーク。山田さん、この辺はさすがにインタータックベルトを取って、そして防衛を重ねたそのうまさ、これが出てますね。そうです、あの日本に初めて来た時は、はいはい、もうパワーだけが目立ったんですが、そうですね、今は上手くなりましたね。そして全米各地でこの防衛戦を展開、インターダックのベルトの権威をも高めました。トエルボー、今度はアニマル、相変わらずすごいパワーでありますこのアニマル。そしてあっと眺めはどうだとばかりに鶴田をボディーリフト、あっと125キロを投げ捨てました。7回目の来日、山田さん、ここまでどうです。とにかく言葉がないですね、ないですね、このパワーは、はい、さあ2発目のエルボーかわした、なんだ、おっとおっと、ラリアットをかわしたんです。そうです。さあ鶴田、腰を低くしてかわして、そしてあっと相打ちではない、これはアニマルのラリアットがいち早く当たった、そのように大外が見えました。山田さん、どうです。そうですね、ねえ、そうですね、アニマルのが当たってますね、はい、ジャンボ鶴田のラリアットはちょっと胸のあたりにジャブ程度でありました。さあ今度は輪島、さあ輪島チョップ、チョップ、輪島も必死です。今までの俺とは違う、歯を食いしばる輪島、しかしトーキックか、さあアニマルがロープへ飛んで、あーっとタックル、しかしこれはどうです、当たりが、はい、当たってません。そうですね、今かわしましたね、輪島がかわしましたね、この辺の輪島の成長ぶりであります。さあしかし一足早く立ち上がったのはアニマル、なんだベアハックが万力のようにこの太い腕で締め上げます。これをやられて山田さん息ができない、前回もこれに食いましたからね、これを。そうですね、はい、いや力入ってますね、あの力が入ります、腕のね、筋肉の動きを見てると分かりますが、はい、あっと輪島こらえます、体をよじって耐えます。さあ輪島どうする、輪島必死の競争、さあなかなか取れない、すごいベアハックだ、すごいベアハックだ、達人ベアハック、超怪力、しびれは
しびれが体中を襲っているでしょう。さあ、輪島踏ん張ったぞ。輪島踏ん張った。輪島コール、あと左を巻き返る、左を巻き返る、黄金の左、豪快な食い投げ。さあ、輪島の猛殺法が炸裂、125キロが飛んだ。さあ、今度はダブルの、ダブルの連携。輪島、フルタコンビどうです、今のところね、なかなかあのスムーズなタッチワークですね、はい、5分が経過してまいりました。あ、ただ輪島選手がね、あのちょっとあばら帯で絞り上げられて、そうですね、スタミナがちょっと心配ですね。ここはツルタが頑張らなきゃいけません。はい、とにかくね、あの、はい、アニマルというのは大変なバカ力ですからね、あれでまともにやられたら本当に応えるでしょうね。さあ、スタートアベです。まあ、輪島ツルタも即戦コンビ、こんなこと言ってられませんからね。そうです、そうです、はい、何しろ狙ってるのはタイトルですからね、そうですよね。もう今更そういう言い訳は通用しないですからね、はい、しかしながらロードウォリアーズはちょっとした隙、あるいは乱れ、山田さん、こういうものをついてくるでしょうね、うん、それとね、今日のロードウォリアーズはね、はい、全然暴走選手じゃないですよね。そうですね、非常にオーソドックスに来てますね、はい、真っ向から来ています、はい、そんな感じです。わー、この辺もうまい、足をちょーんとかけて鶴田を倒しました。あー、そしてつなぎ、フォーク、アニマルからフォークへのつなぎであります。さあ、サイドスープレックス、山田さん、本当です、こういう大技を出してきますね。そうです、成功法ですね、はい、誠に成功法ですね、はい、そしておっとパワーボムか、おおおお、カナディアンバックブリーカーですか。そうですね、この125キロジャンボ鶴田を担ぎ上げた。あー、そして合体殺法です。今までの合体殺法はみんな勝利に結びついての合体殺法、一体なんという技という技じゃないですね、人間弾道大と言いましょうね、はい、とにかく危ない、アップカウント2、説明のしようがないですね。本当ですね、あの破天荒なことをやります、本当ですね。前回この鶴竜が敗れたこの日本武道館でも確か肩車をして天竜にトップロープからの大逆転でしたよね。そうです、そうです、もうああいうね、ちょっと今までのプロレスの枠の中にない、はい、かけ離れたものをね、いきなりやってくるんですね。そうですね、あの打たれ強い天竜が倒されダッシュされた連携、超高層合体ラリアットが待っています。さあ、鶴田がこの辺はテクニックぶり、しかしアニマルもうまい。あ、粗暴なだけでは山田さん、本当チャンピオンになれないんですね。そうですね、またね、はい、この人たちは、チャンピオンになってからどんどん上手くなりますね。そうですよね、そうですよね、さあ、今度はもう一回テクニックのエッグが上から突き落とす、こういう不意をついた攻撃もできるようになりました、ロードウォーリアーズ。山田さん、鶴田、輪島は作戦とすればどの辺、足ということを鶴田は言ってたんですかね。そうですね、まあ、あのとにかくいわゆるこれだけ太い体ですから、はい、一番のウィークポイントは手首とか、はい、足首とか、そういうことになるでしょう ね、 うね。ただこれはまあ常識的な考え方で、はい、果たしてそれが通用するのか、はい、あるいはうまく取れるかどうか、とにかくあのブーツにしても太いですからね、はい、あれを履いてたらちょっと足首も攻めようがないですね。そういうことですよね、はい、むしろあの手首をね、はい、関節を決めていくとか、はい、ということでしょうね。そうなりますね。タッグ3編成、今全日本シングル最強決定戦の動きのある中でこの戦いは大事です。原天竜も見ていることと思います。さあ、フォークが何を見せるか、これは怖い、ヘッドバット、ジャンボ鶴田は進んでのところでかわしました。さあ、輪島だ、さあ輪島だ、さあ輪島、チャップ、チャップ、乱れ打ち、膝打ち、チャップ、そしてロープに飛ばして3発、おーっと、ゴールデンアームボンバー、フォークに打っていきました。さあ、そして次なる技は、あーっと、スモータックだ、持っている技を、持っている技をもう全て出そうという輪島、チャップラツイスト、ラリアットだけが輪島じゃないぞ、これが輪島の小原正面からアニマル、こんな連携です。しかし輪島もよくやりますね、山田さん。そうですね、非常に技をうまく出してますね、はい、さあ、両チームスタンディングポジション、シルタと、さあ、ジャンピングリー、ジャンピングリーはアニマルの顎の先端を捉えた。さあ、ジャンボラリアット、両チームラリアットの乱れ打ち、さあ、ジャンボが覆いかさる、ベルトベルト、カウンターか、輪島がフォークをカット。さあ、輪島のゴールデンボンバーからジャンボ鶴田につなぐというのがこの輪島鶴田の作戦になりましたが、さあ、4者がここでリングの外へ出まして、ちょっと収集がつかなくなりました。山田さん、これはベルトのことを考えたら顔にしちゃいけませんね。そうですね、絶対にまずいでしょ、さあ、まずはフォークがリングラインに戻ってまいりました。あ、しかしまたフォークが鶴田をアニマルと2人がかりで、あーっと、これはきつい、タイルドライバー、
あー収集がつけなくなりました。さあ輪島はどうした、輪島はどうした、あ輪島もかなりダメージを受けています。アニマルが上がった、フォークが上がった、さあ防衛か、防衛かどうだ、あーっと、あーっとロードウォーリアーズはリング上完璧な防衛と申し上げましょう。残念です、残念です、無念です。輪島鶴田インタータック奪回になりません。ロードウォーリアーズインタータックを日本で防衛、伝統のベルトは再び太平洋を渡ります。山田さん、頼む。本当にね、まんまと場外戦乗ってしまいましたね。そうでしたね。これはね、やはりまだね、本当にさっきの言葉じゃないですが、はい、即席コンビの悲しさ、はい、本当にね、基本的なミスをしてしまいましたね。これはもう絶対にあの作戦に乗ったらダメですよ。はい、正式な裁定が今やってまいりました。リングアウト、ウォーリアーズ9分50秒、インターダックのベルト日本で防衛であります。まあ今前半ね、戦ってみて意外に手強い相手だと、はい、見て取って急遽あの作戦に切り替えたんでしょう。あそうでしょうね、おそらくね、はい、しかしながら山田さん、この鶴田そして輪島を破ったロードウォーリアーズ、さすがにやはり海外でなんかNWA のチャンピオンビッグフレアのチームですとか、す NWA のタッグ現チャンピオンコンビを破っての、まあ、防衛戦を続けている、はい、この辺のうまさっていうのはもう骨にしびるほど感じましたね。そうです、今日はね、実にねスムーズにオーソドックスに試合をしてて、はい、それでいきなり場外戦と、この辺の切り替えのねうまさ、そうです、やはりのマネージャーだけじゃないですね。本当にそういうことが言えますね。さあ肩を落として、肩を落として引き上げます輪島鶴田ですが、山田さん、チャレンジは今始まったばかりなんですよね。そういうことです。今日のね敗戦に懲りずにね、これから絶対取り返すまでやってほしいと思いますね。そうですね。そしてまたこの日本人シングル対決が、この機運が高まる中でこの敗戦というのは必ずこのシングルマッチにも生きてくると思うんですが、そうですね、今日の一戦もね、はい、輪島選手にとっても特にねいい経験になったと思いますね。そうですね、いい勉強をしました。これを薬にしてまた鶴田輪島の黄金コンビ、このグレードアップを図ってもらいたいと思います。ご覧のウォーリアーズ、堂々ベルトを守ってアメリカ凱旋であります。